佐藤商店新手相の時間です今日はですね、えー、また新手相に、えー、関してですね、えー、その一つのツールとして、えー、東洋思想であるところの引用の法則これを、えー、日常生活で使って、えー、その生活に役に立てたいそう思いますので。 えー、こ今日はまたそれを説明したいと思います、えー、陰陽の法則といいますとですね、えー、簡単に言いますと、えー、一物全体と深度富士という考え方です一物全体というのはですね一つの食べ物を丸ごといただくという考え方です、えー、た簡単に言いますとですね丸干しですねいわしの丸干し これ丸ごと食べますこういうことですね、えー、美味しいところだけ一部だけいただくというのはですねうん陰陽の法則としてはですね、まあ、マグロビオティックとしてはですね、えー、ちょっといただけないということでございます、えー、ドイツなど行きますとですね、えー、豚など匹一頭潰しましてですね、えー、内臓から肉 それから血液までもソーセージにします。これは一物全体です。全体をいただいて、えー、バランスをとるという考え方です、えー。お米にしてもですね、白米を食べずに玄米をいただく。麦もですね、玄麦をいただくということでございます。震度富士に関してはですね、これはですね、えー、今はああ 地産地層地地と呼ばれております地元で取れたものをいただくということです輸入されたものはなるべく取らない、まあ、取ってもたまに取るというような考え方ですねそれでですね、えー、食べ物でちょっと説明したいと思うんですが、えー、欧米風の食事というのはですね肉やパンを取ります これに対してコーヒーという陰性のものですね、えー、肉や肉などはこれはですね陽性なものです体を締める、えー、要するに、えー、動物性のものですねこれをと中和するためにコーヒーなどあとコーラとかですねそういう、うん、砂糖の入ったものを食べて飲んだりして中和を取ろうとしています 日本におきましてはですね和食では米や味噌を食べますそこへ漬物とか、えー、まあ一般的には鮭の焼いたのとかねそういうのを食べますそれで飲み物はお茶です一番勧められるのは番茶ですね病院でも番茶を出しますこれはあの薬に対してですねあまり化学変化を起こさないということで番茶を 出しま,すまああの陰陽の法則で言いますとですねお寿司を食べに行きますと緑茶が出ますこれは陽性なお魚に対して、えー、陰性な緑茶で中和を取ろうという考え方ですよく考えられていますですねそれでですねあこの陰陽の法則でですね大事なことはですね えー、例えばですね大豆などはですね、えー、体を緩める食品として有名です大豆と、まあ、肉をです、ね、一緒に煮込むとです、ね、肉が溶けるように柔らかくなりますこれは肉の溶性に対して大豆は陰性ですのでこれで中和になって肉もや柔らかくなるし豆も柔らかくなるというそういう修正、えー、ですね これを利用した食べ方です日本ではですね、えー、大豆はですねもう古来から知っていたんでしょうね大豆そのものを茹でて食べているとですね胃腸にあのちょっと不具合を生じますのでこれをですね、えー、麹菌で発酵させて、えー、これを、えー、味噌汁汁などあ味噌にしたり醤油にしたりしました。これはですね時間という 概念ですねこれをが食品を陰性のものを陽性にしたり中,性中和したりする作用があるということを発見して時間という概念で食べ物を陰性から陽性にしました麦なども実はこれ麦も、えー、陰性の食べ物として、えー、捉えられていますマクロビューティックにおいてはですね麦も えー、陰性の食べ物です、えー、これはやっぱり、ね、肉と欧米においては肉とセットで食べるということで、えー、麦は、えー、パンにしますねこれでセットで食べて中和するという考え方です日本におきましては豆や麦は発酵させて中和しまたは陽性にして食べることにしていましたこれはとても考え方考え方としてはとてもいいことで 時間という概念を利用して食べ物を陰性から陽性にしましたそういったことはですね日常にいいっぱいあります、えー、今日はですね、えー、一般用の法則の概念として一物全体と震と富士それから陰性な食べ物をうーん陽性な食べ物と一緒に食べて中和する考え方を述べてみました。 またお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。